はい、久しぶりのラジオ動画ということで、そうですね、2018年もね、もうすぐ終わるのと、まあちょっといろいろね、激動な年になったっていうこともありますし、いろいろ数字、切りのいい数字っていうのも達成して、した後なので、まあいろいろそうですね、まあ、何もまとまってないけど、とりあえず始めていこうかなと思います。たくさんの人が見てくれるような動画だと思ってないので、まあそうですね、まあコアな感じでいくんじゃないかなと思います。まあ1時間ぐらい予定してるんですけど、まあどうなるかちょっとわからないと。本当に毎回ラジオもそうなんですけど、ノープランというかね、まあなるようになれという感じでいきたいなと思います。まずね、まあ2018年ももうすぐ終わりということで、まあ今年を振り返っていこうかなっていうのがまず第一にあるんですけど、まあだいぶ変わりましたね、チャンネル、この YouTube チャンネルでのことに関してはだいぶ変わりましたね、本当にね。数字的なところで言えば、まあ、1700人ぐらいの人が登録してくれたのかな、かな。で、視聴回数に関しても、この1年で、去年のね、去年の、10万回だったかな、10万回だから突破したやつが、その画像があったんですよ。一応、節目ごとに一応撮っておこうと思って。それがね、10万回だったのが、去年の12月頭ぐらいだったんですよね。で、何回だったかな、130万とかだったかな。なので、まあ数字に関しても、まあ一応今年の目標にあった100万回突破っていうのを、まあ超えたと、まあ、これがかなり数字の中では嬉しかったですね。で、チャンネル登録してくださった方もね、まあ本当2000人を超えて、もうすぐ2100人いきそうな、そんなね、ありがたい状況になっているのもありますし、本当に、本当にありがとうございます。本当にありがたいです。で、まあ、ね、高評価とかね、いいね、高評価表示してないんですけど、といいね、それ一緒だよ。なんだっけ、高評価とコメントかね、まあしてくださる方には本当にさらなる感謝を述べたいなと思います。本当にね、通知が来るじゃないですか、赤くね、通知があるわけですよ、コメントはね。特に高評価とかの低評価は別に通知はないけど、あれがね、ピカってなってる時がやっぱ嬉しいですね。あれは本当にありがたいですね。で、そうだね、なんだろうね、僕だから、そうですね、振り返っていくと、やっぱサカツクが起点なんですよね。始めたのが3月あたり、サカツクの動画を始めたのが3月あたりで、で、まあそこから9ヶ月でこんな状況になっているので、本当に、まあそれが一つの、まあターニングポイントじゃないけど、そんな感じなんでしょう。まあサカツクをね、やり始めたのってこれ言ったっけ？前言ったかな。
まあいいか。まあね、他のサカツクをプレイされている動画っていうのは何個かあったんですよね、自分の前に。何個かあったんだけど、まあ、基本的にノー編集が多く、たくさん編集しているものが少なくて。で、まあ大体さ、動画時間は30分以上超えているのが多い。で、その、ま、時をね、その進める、1動画で時を進めるっていうのが、まあ、1、2ヶ月とか、で、まあ、試合を全部見ているっていう、そういう動画がかなり多かったんですよ。でも、そんな中、その昔の、なんかニコニコの動画で、なんか、かなりそのネタ的な動画があって、それが結構サクサクやってて、それでなおかつなんかネタに走っているような、そういうサカツクの動画があって、あ、こういうのいいなと思って見てたことがあって、サカツクの動画を作る1、2年前かな。でもし自分がサカツク作るの動画やるとしたら、まあそっち方向に走りたいなっていうのがどうしてもあって、でまあ試合は基本的に通称プレイしてれば見ないものですから、見ない方向でなるべく行こうと。で、まあ、まあデータ寄りに、データ寄りな動画にしていこう。まあ、とはいえね、攻略動画にする気は全くなかったんで、まあ、まあ、経営の方に走るかなと、ね、思いまして。まあ、試合メインではね、それだったら Wii入れとかやるわってそういう感覚でいるので、自分は。なのでまあそういう形でやろうって始めて、だけどね、その最初は本当に編集とかも何にもわからないで始めて、手探りの中やって、なかなかね、その、うん、満足いくような、そういうなんかデータよりにはしたいんだけど、なかなか満足いくような感じっていうのが本当にできなくてですね。本当手、まあ今でもそうなんだけど、まあちょっと手探りながら少しずつなんか覚えていければいいよなっていう風な感じでスタートして。で、今はそうですね。まあちょっとずつだけど、なんか やろうとしてることが、まあまだね、100のうち20ぐらいだと思うんだけど、まあできてきてるのかなと。やりたいことはもっとあるんですけどね、まあ、まだ公開してないんですけど、まあ、ね、その、サカツク2002の方で、ちょっとそういうのは、ちょっとずつなんか新しいことは試そうとはしているところですね、今は。まあちょっと、視聴者さんに見やすいように、ここちょっとこういう風にポロッとやってみたらどうかなっていうのをちょっと今試してはいるところなんで、まあ なるべくね、本当なるべく見やすいような形で、まあ2019年の目標にはなるんですけど、やろうかなと思います。変わらずかな、来年も。まあ変わらずというか、なんかもっといろいろ楽しくやれたらなと思います。いや、もう、サカツクに関してはそんな感じかな。まあ、サカツク3がもうすぐ終わる。自分の起点になったシリーズ、ブレイズ、え？あれ、どれだっけな。ブレイズ仙台だっけ？ブレイズ仙台、ブリッツ仙台2002でしょ？トッポリーの秋田もやってたでしょ？サマランカ CF は、ヨーロッパか。もう訳わかんなくなるね。動画の編集しててね、やっぱちょこちょこね、編集の途中で間違いに気づいて直すんだけど、2002の動画とかの編集してるときに、サカツク3のチーム名とか間違えて入れちゃうとか、あるんですよね。4つも経営してれば、そりゃ、間違うよねって。うん。
もうね、そんな感じで今年は本当にサッカークラブをたくさん経営しましたね。いやー、なんだろうね、ちょっと下世話な話だけど、こんだけサッカークラブを経営している動画を作ってるから、なんかプロサッカー選手とか、ちょっと昔の選手とか見てくれたらいいなとか思っておりますけど、まあね。でもなんかプロフットサルの選手からツイッターにフォローは来ましたけど、それはどうなんだろうな。まあそんな感じですか、サカスクに関しては。何分喋った？まだ10分。まあ来年はそうですね、サカツクに関してはまあ3は終わらせる予定ですね。でその後したいのはまあちょっとまだね、何も変えてないので未定なんですけど、あのサカツクのプレステ3版のサカツクはまあハードとソフト変えたらやりたいなとは思ってます。まあそれに関してはまたおいおいですね。ちょっとねまだ未定なので何とも言えないんですけど、まあとりあえずは今のところはサカツク3をちゃんと最後まで仕上げて、で2002をこれから走って、でヨーロッパもやって、相変わらず変わらなく、いそいそとやっている感じになるんじゃないでしょうか。で、その中でいろいろまた、その視聴者さんになんか見やすくできるように、こうやったらいいかなっていうのをちょっと自分の中で考えつつ、まあ本当ここは自分のバランスの問題なので、まあ時間がね、時間のそのなかなかないっていうのもありますしね、うまくやっていけるようなその自分の感覚アンテナ、その辺がビビッとくるようなそういう形でやりたいなと思います。そこに関してはね、こうしたらいいんですか、したらいいんですかってたまにもらうけど、自分の感覚を大事にしたいなっていうのがあります。あんまり他人のリモコンになったらさ思うんですよ。他人のリモコンになってやるのはそれ自分じゃなくないっていうところがあるので、ちょっとこの BGM でかいなっていうのがねあるのでね、なかなかね、ちょっとこの BGM 変えよう。よいしょ。なのでね、ただ全部の意見を聞かないというわけではもちろんなく、あ、それいただきっていうのはいただきたいなと思いますが、やはり楽しくやれるということを常にキープしておきたいので、そのそういうところをが崩れない範囲でなら、まあちゃんと吸収はしていきたいなと思っております。1時間喋ると言ったけど、あと45分どうやって持たすんだと。どうしようかな。まあ、なんだろうね。身近な話でも何でもいいんですけどね。全然身近な話でも何でもいいんだけど。そうだな。他に何が変わったかな。ああ、そうそうそう。プレステ4をね、買って、配信できる環境は一応整ったんですけど、プレステ4でもね。ちょっとまだプレステ4の使い方がいまいち、分かってないんで、難しいんだけど。でも、ウィーレの2019と、あとね、今ね、プレステ4を買うと2つゲームをダウンロードできるっていう、そういう、キャンペーン中の時に買ったので、
で、一つみんなのゴルフもダウンロードしたので、で、もう一つはよくわかんないゲームだけど、でまあ、それの配信かな、やるとしたら、それかなんか、ちょっとか、そうですね。また何かストイックな形で、YouTube でも配信をするかもしれないです。一度ね、今年、お試しな感じで、一度だけ YouTube ライブで配信をしたんですけど、いやー、あれはね、めちゃくちゃ楽しかったですね。テストって書いてやったけど、あれめちゃくちゃ楽しかったですね。うん。あ、こんなにあ、こんなキャッチボールしてくれるんだ。あ、そうなんだ。こんなに自分の言ったことを、おい、こう言って、で、コメントがこうやって返ってくるんだ。わあ、ありがてえと、本当にね、それがね、嬉しくてしょうがなかったです。だからまたね、何か、やれたらいいな、と思いますね。いずれこっちをホームにしたいって気持ちもあるんだけどね。まあ、知ってる人は知ってるんですけど、まあ、別サイトで FC2 一般でゲーム配信はちょこちょこしていて、ですけどね、まあ、なかなか、うん。やはりね、ちょっとこ、やっぱそうですね、違う空気を吸いたいなっていう思いがやっぱり今、いや、正直あるので、それが YouTube ライブになれればなと思います。まあ、まだちょっと未定ですけど、まあ何か配信ができたらやりたいなっていうのためにプレス4も買ってあるので、うん、そうですね、近いうちに何かできればなと思います。そんな感じですか、サッカー系は。配信、 FC2 配信に関しては YouTube とは逆にね、ちょっとね、自分の中で下がってきてるところなんですよね、今。ちょっとね、やはりその自分の目的というか、なんというか、自分が求めたい部分が得られるものがないというのが、どうしてもやっぱりね、綺麗事で配信ってできないですから、それだけ時間を使ったり、ね、楽しくやりたいっていう思いがなきゃできないと思うので、っていうことになると、逆にその YouTube がグッと来てる、自分の中でこうグッとね、いろいろプラスな方向に向いている、なんかちょっと、うん、まあ、このね、このラジオを撮っている前日も配信はしてるんですけどね、ちょっとね、うん、ちょっとね、自分がしたい配信っていうのは、本当にその YouTube ライブで一回配信したような感じでやりたいんですよね。キャッチボールがしたい、会話のキャッチボールをしたいとか、お互いになんか尊重し合えるところはして、でなんか楽しく一緒に何かをしていきたいなっていう、そういう思いがすごく、まあ、あるんですけど、でも、FC2 である配信っていうのが、まあ、RTA がメインで、まあ、なんか自分を追い込む感じじゃなきゃ、なかなかね、難しいサイトなので、ちょっとね、ほんと申し訳ないんですけど、FC2 を見てる方には。今、この、そうなんていうのかな、まあ、楽しくありたい、キャッチボールがしたい、で、ワクワクしたい、いろんな思い、その自分の求めたい部分というか、そういう部分において、ちょっと、申し訳ないとしか言えない。ですね、だからまあ来年はどうなるかな、まあ、加工気味になっていくのかどうなのか、
だからそうですね、 YouTube とは真逆な状況に置かれているというのが、まあ、FC2 配信じゃないかなと思います。まあ何にせよ流行り廃りいろいろありますから、こう思ってるからといってその自分が後ろ向きでいるわけではないので、あくまでまあ YouTube というところで今ワクワクしている自分がいるっていうのがあってのことなんでね。まあね、来年は来年でね、なんかいろいろ新しいことや、自分の中で新しいことを試してワクワクして、みんなでこの世知辛い世の中を、ね、生きていければなと思います。そんなもんかな。喋っ、他に何か喋ったかな。そうですね、それに通じるものかわかんないけど、なんだろうね、なんかもっとコミュニケーションを取りたいじゃないけど、そういうのがすごくあるかな今。まあ配信者同士ともそうですけど、まあ結構お話がしたいなっていうのが今自分すごくあります。って言っても誰とでもいいから話したいではないので、まあこれはなかなかね、なかなか難しい話ではあるんですけど、割とね、割と見知らぬ人には AT フィールドを貼るタイプなんで、結構警戒するというか警戒するんでね、いろいろね。まあやっぱりいろいろネットでね、これだけネットやってきて、まあいろいろはそれなりに、自分なりにいろいろやっぱり経験は多少はあるので、そうなった時に誰でもいいから喋りたいではなくなっているのはねあるので、まあその分なんていうか、深く狭くでいる自分のがやっぱり自然体でいいのかなと思うので、まあね、うん、いいんではないんでしょうか。とは何話せばいい、まだ半分もいってないでしょ。何分今、半分もいってない。1時間喋るって1時間ぐらい喋るって約束した、約束というか自分で言ったんだけどね、あの仲良くさせてもらってる人とのやり取りの中でね、まあ、1時間まあ喋ります的な感じで言ったからまあ、何やってたっけ、動画ドラクエ5か、まあ、ドラクエは頑張るしかないんで、いっぱい倒します。いっぱい倒して起き上がるのを待ちます。残り3種類頑張ります。ああそうか、その後かわからないけども、まあ、RPG もやりたいですね。どういう感じでやろうかな。編集はやっぱり入れときたいですね。うん、ノー編集は、ノー編集はね、自分的には楽なんだけどね、でも見てる人にとってそれがプラスじゃないんだろうなというのは、あの肌で感じてるんで、何かしらちょっと見てくれる方を増やすという目的も含めて、やっぱその辺の工夫っていうのはするべきかなと思うので、まあそれがね、多分2019年の新しい試みの一つになるかなと思います。全くあの何にも未定ですけど、まあ、やっていければなと思います。うん、そんな感じだよ。もうないよ、半分もいけないよ話すこと。まあ、いや、あとはもう気楽に喋ろう。
気楽に喋るよ。まあね、今年もね、いろいろありましたからね。まあ、いいことも、いいことはいっぱい言ったけどさ、良くないことも、その中で、ね、いろいろありながら、でもそれを、反骨心じゃないけど、そうやってやってきて、なんとかね、来たもんね。どんな感じでやってたっけな、なんだろう。まあね、何でもかんでも受け入れるようなタイプの人間ではないので、まあ、例えるならなんだろうな。なんだろうな。ドラゴンボールって例えるなら、悟空とベジータを足して2で割ったような感じかな。ベジットじゃん。まあ、オラワクワクスッと的なものを求めつつ、まあ何でも受け入れるわけではない孤高なベジータのような、そういう部分も持ちつつ、まあ自分なりに何かストイックにやるというそういう部分を大事にしてきた2018年かなというところで、まあベジットでしょうね。そんな感じだ。そんな感じだよ。久しぶりのラジオだからもう何喋っていいか分かんないな。まあそのまま出しますけど。うん。そうね。まあ焦らずにね、焦らずに喋らないようにしないとね。結構ね、ラジオでも人と喋るのでもそうなんだけどね、沈黙なるべくしないようにってやっちゃうのよね。それがね、もうちょっとゆっくり喋れたらいいのにとか思うんだけどね、なかなかその沈黙とかして相手がちょっと困るの嫌だなとか思うんで、それだけどもうちょっとゆったり喋ったっていいじゃんと思いながら入れたらね、まあでもこれも難しいんだけどね、そういうのが成立する間柄がであればいいけどね、そうじゃなければもっと喋るよっていう人もやっぱ中にはいるわけですから、それが例えば付き合い長い、まあ言う小学校からのね友達っても何でもそうだけど、そういう人だっているからね。で、そうだ、小学校からので思い出したけど、今年ね、リアルの友達バレたんですよね、このチャンネル。いや、バレていい友達にバレたからいいんだけど、バレたくないなって人にバレるのが嫌なんですよね。でこういうさ、ラジオとか喋りにくくなる、いいんですけども、知らねえよって思いがあるから、まあいいっちゃいいんだけど、やっぱね、うん、あの裏でなんか裏があるのが嫌なんですよね。裏でなんかぐちゃぐちゃ 言われるとかさ、裏でなんかするとか、もうそういうのがネットリアル関係なく嫌なんですよね。それされなきゃいいけどさって。まああとやりづらいし話しづらいしさ、いろいろとか思って、まあここの動画まで見ても見ることはないでしょうけど、このラジオ動画まで見ることはないとは思うんですけど、嫌だなと思ってね、本当に良くないですよ。まあね、あの仲良くさせてもらってる実況者さんもそうなんだけど、やっぱりね、あのちょっと BGM がまたうるさいな。ね、あのリア友とかにバレるリスクっていうのはやはりいろんな形でありますね。
でね、今日喋ってんの12月28日なんですけど、30日にね、飲み会あるんですよ。ビア友の。聞かれる可能性があるんですよね。このチャンネルに関して。まあ、嫌なんですよね。嫌なんですよ。うん。いや、あのね、いいんですけどね、バレるっていうこと自体は別にいいんですよ。全然、あの2グループあって、あの高校の時の同級生もいるんですけど、そっちも知ってるんです。でもそっちには全然自分バレてもいいんですよ。なぜかっていうと、そのちゃんとあのお互いを尊重する裏がなくて、ちゃんとお互いを尊重してし合えるっていう関係性が築けてるので、そこに関しては、ああもう知られてるから別にこっちもいろいろ全部話してるっていう、そんな関係性なんで、そっちは全然良くて、もう一つがね、あんまバレたくなかったんだよね。バレたくない方にバレちゃった。うん。で、高校の時のね、その同級生に関しては自分から言ったんですよ。まあ何でも別に喋れる間柄なんで言って、だからもう本当にそのあれです、あのね、頭ごなしに否定から入る輪の中にはバレたくないっていうのと、ちゃんと受け止めてくれて、ちゃんと否定から入らない、ちゃんと話すっていう、キャッチボールができるっていう、こういうね、のではやっぱ全然違うんですよね。その、まあ、例えなのか分かんないけど、この例え絶対うまくないと思って喋るけど、ちゃんとこうキャッチボール、ね、野球でキャッチボールできるのか、痛烈にピッチャー返しが飛んでくるのか、これね、だいぶ対応違うじゃないですか。まあそういうことですよ。うまくないよ、たとえ。まあそういうことなんですよね。この対応の違い、やはり、うん、頭ごなしに否定される。何がわかんだよ。なんだと、ってな、っていう展開が嫌じゃないですか。自分はちゃんと話し合いがしたい。できるんだったら別に知られても構わないけど。できないんだったらこっちから何か教える必要はないわけですよ。でこの間グループラインでね、ちょっとね、あの若干バレ、あの感づかれてるので、やはりそこにグループラインのそのチャットで、若干この自分のチャンネルに関して知ってるんかなっていう感じで、ちょっとなんか質問はされちゃってるんで、ねえ、もう嫌だよ、嫌なんだよマジで。もう素を出すけどさ、マジで嫌なんだよ。だからあの実況者さんね、皆さん、あの同じ実況者さんの方で、そうですね、あのちゃんと受け止める、お互いのね、あの、いろいろ尊重し合えて、受け止める関係性ができている人とは、あの、話した方がいいとは思いますけど、そうじゃなければリスクがあると思うんでね。皆さんも気をつけてください。気をつけてください。絶対話す気なかったんだけどな、そこには。バレたんだよな。まあ、しょうがないですよ。しら切りますよ。こんなこと話しててしら切れるかわかんないけど、まあこっちの領域に踏み込まないでね、的な感じでいくと思います。ここは自分とそのね小学校からの同級生のとがの世界ではないですか。自分と視聴者さんたちがね、まあ僭越というか、なんでしょうね、その楽しくいたい場ですから、場が違うわけですから、
関係ないわけですからね。たとえリアルの自分を知っていようと、そこは関係のないわけですから、ここは自分の場ですからっていうのを強く持って、私は明後日飲み会に行きたいと思います。本当に嫌です、本気で嫌です。というお話でした。あと15分、ここからもっとどうでもいい話はいっぱいしますか。一応ね、100の質問的なのがね、一応見えないところでこう並べてるんですけど、前でもこれは前もやったんでね、あんまり別にね、律儀に100を全部の質問を答えるっていうのもちょっとねあれなんで、まあこれについてなんか話せたらいいのかなとは思ってるのをかいつまんでおこうと思って、それでいろいろ出してはいるんですけど、ないんですね。まあ好きなアーティストっていうのは増えたりとかくらいはあるんですけどね。基本はモンキーマジックだったけど、ちょっと最近はワンオクロック聴いてるとか、なんだろうね。好きなスポーツは何ですか？野球とサッカー。自分がやりたいのはボーリングがやりたい。今ボーリングやりたいですね。あとバッティングセンターまた行きたいですし、まあ近くにあるんで行けるんですけど。あとなんだ。あとはそうだな、別にないな。ほんと普通の質問なんでね、これね、載せてあるのがね。好きな異性のタイプ。あんまないんだよな最近そういうの。枯れたとかじゃないんだけど、枯れ葉になったとかじゃないんだけど、で今年はなんか YouTube でこうやって頑張ったんですよ、自分なりに。なんか一つのことにこう集中して頑張ろうと思えた、すごくいい年だったんですよ。だからなんだろうね、なんかクリスマスもそうだったんだけど、寂しいとかそういう気持ちがね、全くなかったんですよね。何か一つのことにそう取り組んでいけたっていう部分でも何かが充実していて、いやそれはふとなんか何かが寂しいとかあるかもしれないけど、でもまあ昔からそうなんだけど、何か一つのことにストイックに挑戦するものがあるときっていうのは何も別に思わないですね。でもそうですね、まあでもやっぱり異性の人と喋るっていうのは自分の中でやっぱ刺激にはなるので、やっぱ話してもね、それもね、下心あるから喋りたいとかじゃないんですよね。下心がないんだよな、逆に大丈夫かなって思うぐらいないときがちょっと多くなってきたんだよな。からです、そうですね、今ね、なんか喋りたいなと思う人はもちろんいます。すごくそれはこの人とすごく喋りたいという人はいます。聞いてるかもしれないね。聞いてると思います、この話もね。でもそれはなんだろうな、なんか人としてとか、なんかもうちょっとね、なんか違うんだよね。まあこういう趣味、こういう同じ趣味を持ってるから、そういう部分もあったりするのね。そこの部分、異性だから喋りたいとかじゃない、人として喋りたいというのがすごく、なんだろうね、だから昔から腹割って喋ろうみたいな、そういう、まあ、水曜どうでしょうっていう番組でもね、おなじみのセリフですけど、まあそれがより強くなっ
った年なんじゃないかな。なんでね、まあだから話したいなと思って話した人っていうのは今年いるんですけど、その人は男の人で今年10月ぐらいかな喋って、まああの FC2 配信の人なので、その人も知ってる人で、自分も喋って、あ、この人喋ってみたいなと思って喋って声をかけたっていうのを一回やって、だからね、別に異性だからとりあえず手当たり次第とかそういうのがないんですよ。逆に大丈夫っていう、逆に自分それで大丈夫っていうちょっと状況ではあるんですけど、ないんですよね。大丈夫かな、逆に大丈夫かな。そうね、あとはなんかあるかな。一つのテーマでこんだけ喋ってるからな。100の質問は自分は無理だす、ね、無理ですね。あとはそうだな、なんかね、なんか本当になんか楽しいことやりたいですね、みんなでね。自分一人じゃやっぱり楽しいことっていうのがなかなかねできないので、なんか与えられるものではないじゃないですか、楽しいものって。自分が楽しいって思うことをするのって与えられる、ねだるな勝ち取り さすれば与えられるんじゃないけどね、自分で何かを開拓していかないといけないなぁとは思っていますからね。ただそれを自分なんていうのかな、なんかこうなんていうか、そのじゃあ他の人に与えてやるよっていう気持ちはなくて、もう自分が楽しくねしている姿を見てくれて、それがその人見ている方にのまあ数分の暇つぶしになるのであれば、こんな嬉しいことはないなって思うぐらいな感じかな。だから例えばね、サカツくんの動画とかでもいつも楽しく見ていますとか、まあドラクエの方でもすごくありがたいコメントをねくださるんですけど、無理しないでくださいって言ってくれたり、まあそれも含めていつも楽しく見ていますって、あのね、あのコメント、そういう感じのコメントは本当に嬉しい。本当に嬉しいですね。あ、自分の動画で楽しんでもらえてるんだ。あ、そうなんだ。あ、嬉しいな。っていうのは本当に思うので、まあよく言われるんだけど、もうちょっと自分に自信を持てとか、もうちょっとそんなに卑下しなくてもいいとか言われるんですけど。この辺はその自分のストイックさにも表れてるんだけど、まあなんていうのかな、自分自身100点をつけれない人間なので、なんかもっとこうした方がいいんじゃない、あした方がいいんじゃないと思いながらいつもいるんですよね。なのでその辺がすごくね、いいんと思うんですよ。向上心を常に持ちたいから、このチャンネル的にはやっぱりいいとは思うんですね。ただ、気を休ませるということが下手くそだと思うんで、その辺がなかなか、で、今年はうまくいかなかった年なんじゃないかなと思います。まあね、だからこそ良かったっていう部分もあるし、よしあしですよね。まあこんな感じかな。まだ足りないよな。4分の1残ってるな。本当にネタがないよ。ネタがないっていうかね、ゆっくり考えたら多分これ喋った方がいいなとか思うんだけど。
まあね、こうぶっ続けで喋ってると分かんなくなりますね。そうね、ほんと普通の質問がいっぱい並んでるけどね。例えば電話が好きですかとか、別に好きでも嫌いでもないですね。ちょこちょこめんどくさいなと思うことはあるので、好きではないんだろうな。喋りたい人と喋ってみたいとか、そういうことはあっても、携帯のメールは好きですか、普通。騙すより騙される方がいいですか、そりゃそうだね。お酒は飲みますか、飲む人はどんなお酒が好きですか。これがね、まあ、明後日飲み会行くんでね、なんで、自分はね、いちごミルクのカクテルしか飲めないんですよ。女子かって言われるけど、そうなんです、お酒女子なんです。飲めないです、ビールとか飲めない、日本酒も飲めないですね。お酒は強い、まあ、弱くはなさそうなんですけどね、飲めないものは飲めないんですよね。タバコは吸いますか、吸わないですね、吸えないです、気管支が弱いんで。外食するのは好きですか、別に好きでもないですね。特にないな。何かないかな、話すことな、なんかあるかな、なんかもうちょっと深い話とかもしたいんだけどな。まあね、まあでも深い話っていうのはなかなかね、賛否両論ありますから。まあ例えば、まあ実況とかね、こうやって撮っていろいろね、他の方もいろいろやっぱり悩んだりいろいろあると思うんですよ。あ、まあそうですよね、やっぱりまあね、軸はずれずにぶれずにやっていこうという感じでね、いたいと思います。大事なのは自分が楽しいという部分をとにかく求める、追い求めることじゃないかなと思います。攻略動画を作らないですから、自分自身の楽しいという部分に関しての攻略をしていきたいっていうのがね、大事にあるので、攻略、まあそういう、なんであれしないんだとか、まあそういうのもね、見てればあるかもしれないんですけど、自分は例えばそういうのを求めるようなタイプの人間であれば、それなら RT を見ますから、 RTA を見て、まあ、見るでしょうから、まあ例えばドラクエ3とかでもね、結構やってきたゲームだったんで、あ、じゃあってなったらね、完璧に攻略っていうことになったら RT になりますからね。だからまあそうですね、自分がまあ他の人の動画、まあ数少ないんですけど、ファイナルファンタジーをプレイされてるね、前一回名前出したことあるから言わないけど、方のね、動画とかでも、自分は別にそういうゲームね、かなり知ってはいますけど、その、自分はその人の攻略を見たいわけではなく、その人がこういうストーリーで初見、まあ多分初見でねされてると思うんですけど、それをねどういう感情になるのか、どういうふうに受け止めるのか、感動するのか、そういった部分がすごく見たいので、それは本当にそこに関して、あれしないんだ、これしないんだ、なんでしないんだ的な、お、感情すら湧かないので、本当に楽しいなっていう部分を本当に大事にしていきたい
側なので、そこをね2019年も大事にしていきたいなと思います。でまあね、よく仲良くさせてもらっている実況者さんの方も何かね、このなんかそうだな、なんかきっかけになったらありがたいよね。いや、きっかけなんだろうな、なんかまあまた一緒にね、一緒にというかそれぞれなんか楽しく遊んで、楽しくやれたらいいと思いますよ。来年も変わらずに、そういった部分では変わらずにやれたらなと思います。でまあそうですね、仲良くさせてもらっているいろんな方、自分の中で数少ないけどもいろんな方がいると思うのでね、話も普通にしたいなと、できればなっていうのはすごく個人的には、個人的になので、なかなかこういうのを無理強いして頼むことではないんですけど、まあお時間があったら話したいなと思いますね。なかなかね、なかなかそこが大変だけどね。でも話したい人本当に少ないんだよな。なんかあのでもね、配信とかでもそうなんだけど、ワイワイやってる人らって結構いるじゃないですか。同じゲームをこう、まあ、参加型のゲームをやってワイワイやってるの、すごく楽しそうなんですよね。本当はね、正直羨ましい部分もあるんだけど、なかなかね、自分がやっているゲーム、今後やりたいゲームっていう部分でそれがちょっと少ないかな。サバイバルゲームやる気ないですね。サバイバルゲーム本当申し訳ないんですけど、やる気がないですね。やっぱりその理由もなく銃口を相手に突きつけてやるゲーム、何のために争っているのか、そして、ね、オンラインでやればなおさらお互いがそれでなんか誹謗中傷けなし合い、なんか人の心をなんかなくしている方もかなりお見受けしたので、ちょっと自分の中ではやるゲームからは完全に外れてしまっているカテゴリーかなと思っております。たとえプレステ4買ったとしても、そこには多分手をつけないでしょうね。でしょうねが口癖になってるな。お、あと7分ぐらい。あと7分ぐらいだ。喋りたいこと喋ったな。ここ最近のその飲み会からのリアルなところのつながりの話が、まあ実況に関してもそうだし、いろいろ喋りましたね。喋りたいこと他に何かあるかな。いや、サカツクの話もしたしな、来年の話もしたしな。ああ、そうですね。いろいろ対策的な感じでサブチャンネル作った方がいいのかなとか思ったりはしてます。別にそのなんていうのかな、もったいぶ何かをもったいぶってやってるわけでもなく、ちょっとあの万が一の時のためのサブチャンネル、まあ近いうちではないですけどね、来年上半期ぐらい考えてやってる可能性はありますね。まあ、本当来年の展望が自分の中で見えないのでどうなるのか。頑張ってまあとりあえずサカツク動画をまた作っていこうと思っているのと、プレステ4の配信を始めようっていう思いもあるし、
もしかしたらこっちでその RTA 系の配信もするかもしれないですし、まあその辺に関してぐらいには思っているんですけど、じゃあそうですね、展望ってなってくるとわからないですね。具体的にその例えばチャンネル登録者数や視聴回数の数字は目標何どのくらいとか、一つもそういうのは思ってないですね。数字でやってはいないので。でもまあね、あのチャンネル登録者数っていうのは、まあ、一応1000っていうのが大きな壁として一つあるけどね、自分は今2000ちょいなんで、2100人ぐらいなんで、そこの目標というのはね、今年達成されているので、だからといってじゃあ今後1万人目指しますとかそういう気がないですね。まあもちろん登録してほしいですよ、すごく見てほしいし登録してほしいです。でも数字にこだわったら浅くなる、浅くなって浅はかになる気がするので、やっぱワクワクしたいっていう、これはやっぱりどうしてもね、全てにおいて自分の中ででかいのではないかなと思うんです。うん、それは変わらずぐらい年もやっていくかな。何でワクワクできるかな、わかんないけどね。まあ本当にいろいろ、まあちょっと待ってね、そろそろ締めに入ろう。今年はいろいろありましたけど、まあ本当によくしてくださった方に本当に感謝を、本当に感謝をね、ここでこの場を借りて、自分でこの場を作りましたが、この場で本当にその思いを伝えたいなと思います。本当にありがとうございました。そして来年、まあそうですね、来年か、2019年もまた何かやっていきたいなと思うので、またよろしくお願いします。さらに一層によろしくお願いします。なんかまあね、いろいろなんか思いついてワクワクすることをね、探していきたいなと思うので、またよろしくお願いします。本当にありがとうございます。まあ、いろんな動画に関してもまあ、いろんな全ての動画全般に言えることなんですけど、高評価とコメントいただけたら本当に不器用ですけどコメントを返しつつ、そのすごく嬉しいなって思いで、本当にありがたいなと思う、本当に不器用なんですけどね、思いながら来てるので、よければコメントをね、コメントと高評価もですねいただけるとありがたいです。あとそうですね、個別な話はその人に話せばいいや、その人にだけ話せばいいや、そんな感じか。はい、ということで、ま、何かの際にまたラジオ的な動画を撮ったり、まあレステ4の配信も考えていますし、それやります。では皆さん、2018年は本当にいろいろお世話になりました。これをさっき言いました。さっき言ったよ。皆さんもいろいろね、リアル、現実のね、ところでいろいろ忙しかったりもすると思いますけど、まあそういっ、ね、そうだな。何話したらいい？そうだな。今すごく忙しい。ね、頑張ってる方もおられる時期だと思います。皆さん風邪ひかないように、インフルエンザにかからないように、健康に頑張っていきましょう。というところで、なかなか喋りがうまくないんでね、ちょっと拙いところがかなりありましたけど、
これで終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。視聴回数100いってればいいぐらいかな。これは全然もう本当に気にしないです。というところで、ご視聴ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。それでは。